さあじゃあまあこの遺跡もまあなんだろうね、限りなく茶番に近い発見だったので、あ、クセたちがね仕組んだかのような、端っこまで埋めますか。こっちですよ。ちょ待って、どこだ。後ろ後ろ。後ろね。お、なんだこれは。痛い。わあ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これスポンあった、スポンあった、スポンあった。おお。むき出しのスポンあった。あ、ちょっと剣壊れた、剣壊れた。あ、燃えてる。ちょっとスポン止めてくるわ。オッケー。なんてこった。ここまでむき出しになってる？いいよ。よろしくやった。よし。じゃあちょっと君、見てみなさい。いいでしょう。すげえ、こんなむき出しに出てるんだよ。そう、私も反転移みたいなとこあるからね。うん。さあ。おお。で、こっち見てみて、こっち。こっち。いいよー、はいはい。おお。絶対ふざけてるだろ。おお、やばい。絶対ふざけてるだろ。マジで。じゃあ、俺こっち見るよ、先に。こっち見るよ。ほっ。あ？なんだこれ。いいんじゃないの、まあ。うま。次の見てみ。サドルも、音楽ディスクあるじゃん、音楽ディスク。こっち？ほっ！やべよ。なくな？ほっ？おぉ。おぉ！ほら。どう？ほら、ダイヤモンドの。ね、馬あんま乗ったことないからよくわかんないんだけど。もらっとこう。オッケー。もらっとこう、俺が。しかもさ、音楽ディスク俺は同じの入ってるね。どうしよう、ちょっと。アイテムのね、空きがあんまりないから、ちょっと捨てるか、いろいろ。まあ、いいんじゃないこれ。いや、さっきの遺跡よりいいじゃん。ね。さっきの遺跡なんだよ。レオチ感半端ねえよ。遺跡が負けるのか。スポーンの方に。ちょっとディスクとサドルを。あとこの名札？うん。何使うの？なんかあれか、犬とかに名前つけれるんじゃなかったっけ？そうなんだ。いらな。いや。こっち一択じゃねえかよ。アイテムの空きないからちょっと持ってってくれ。残り。いいでしょう。なかなかいい冒険してるね。してるね。ここ横通んなかったら今のところ遭遇できなかったしね。そうやね。で、次は横かな？ちょっと待って、左に行きすぎてるかな、ちょっと。違うな。てか、ちょっと待って、なんか道がないから、ちょっととりあえずこっち行っちゃおう。OK。こんなダメージ食らったのさあ、こっち行こう。これはね、山岳とかが結構あるってことはね、あれですよ。山岳の中に家作ることもね、視野に。いらな。いや、アスレチックハウスみたいなものを作れるんじゃないかと。さあ、船かな、ここは。いて。先に行きすぎなんだよ。お、ついに船か。ついに船だな、これは。まだジャングルあったの？うん、超ジャングル。てか、ここ、砂漠。よいしょ。よし、船だ。あ、またキノコバイオーム。あったよ。いや、こっちの方でけえ。本当だ。砂漠が全然ないんだよな。ね。さあ、キノコバイオームがあったけど、これといってね、もう牛以外には、何の変、あ、牛がいる。何の変哲もない。てか、ここもここでちっちゃいな。はずれを。こっち行きますか。またジャンゴーだ。ジャングル多すぎでしょ。めっちゃジャングルだ。
さあじゃあ上陸しますか。知らない。お。ん？ちょっと待って。よっと。なんか今下に見えたような。あ、すごい。何が？あ、危ない危ない。割れ目だ。マジで行ってこいよ。いや、行かない。え、行かないっていうか、なんか下が、ああ、危ない、落ちる落ちる。なんか下が明るいっていうのは、これただ日が入ってるだけか。ちょっと戻るわ。いや、これ日入ってるだけだ。面白い。よし。さあ、もうちょっと進んだらまた右に行きますよ。いた。あ、なんだあれ。でっか。何が。なんだあの山岳。あれあれ。ほんとだ。でかすぎだろ。ほんとだ。ボッコボコじゃん。ところで君はチーズちゃんと開いてんのかな？チーズ？チーズ。チーズ開いてるよ、時々。でっか。なんじゃこりゃ。なんかマップ外、マップ外に行った方がなんか、豊富なものがあるのでは？うん。っていうか、あの、地図って確か、あの、なんかをどうにかすればでっかくできるはずだから。なんかどうにかする。なんだっけな、それが。あ、砂漠あったよ、砂漠。お、いいじゃん、いいじゃん。さあ、じゃあ曲がっていきますよ。あ、遺跡あった、遺跡。神かな？砂漠は。で、暗くなってきたな。じゃあ、遺跡で寝ればいいんじゃないですか。いや、危なさそうだから祭壇を作ろう。ちょっとこの辺で待機して。あ、ベッド忘れてきた。え、嘘。え、嘘。なんだ。とりあえず遺跡は見える限り一つで、なんかあそこに山をまるでえぐったかのような、うん。ものがあるんだ。ね。さあ。鉄装備できた意味ってあんのかな？確かに。気持ちの問題じゃないですか。僕のトロフィーがアンロックされたぐらいで終わったよ。うん。ほんと、謎だわ。よし。なんだこの動き方。いいよ、センスあるだろ。よし。おはようございます。じゃあ、早速、あの遺跡に行ってみるか。よいしょ。で。じゃ、またここに謎のオブジェを作って。村欲しいな、村。あ、村がないんだな、そうだ。ね、あんだけジャングルもあったら村もぶっ潰されてるね。さあじゃあここのお宝に TNT に注意しながらここのお宝に期待しよう。せやな。なんでここ微妙な感じなの？こっちから行くの？これ入り口。何これ？何これかっこよくね？このなんですか？入り口どこだろうこれ。もういいや、勝ち割ろう。いや、さっき入り口的なのあったんだけど。気にするな。あ、暗。なんだこれ。え、これ何？こっちから入んの？どうなんでしょう。もう先行け。オッケー、開けますよ。オッケー。あー、ありますね。じゃあ、周り削ってって、早くあの危ない感圧板を取っちゃおう。少なからず TNT もね、君の政治活動に少し役に立つのではと。俺の大好きな政治ね。これ俺行かなきゃダメじゃね。反応しなきゃダメじゃん、俺が。いや、待って、とりあえず。感圧板を取り除いた。おいしょ。TNT も取って。OK。あ、持てない。持ち物がやばい、結構。俺も結構やばい。うん。TNT。お椀捨てていいの？え、お椀は別にいくらでも作れるから、捨てても構わないよ。じゃあ、後で捨てよう。さあ、お宝タイムですよ。さあ。じゃあ、まだこっから見るわ。これから。オッケー。よっ。おー、
いいよ、はい、そんな感じ。パッパと見なさい。わっしょい、いいよ。全部似てるんだよ。ほう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 。ほう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 。ああ、はい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 、はい、はい、どうぞ。なんか薄いな。はいはいはい。はい、おおお微妙なんだよね、でも。はあ。ほう。いや、ね、サドルもいらねえんだよな。そうなんだよね。サドルこれ5個あるよ、これで。ま、でもダイヤ1個は。1個っていうのはね。まあ、何よ。1個、まあでもいいでしょう。まあ。ちょっとダイヤは僕が持ってこう。もういいでしょう。で、ちょっとその他のをね、ちょっと。その他のものをちょっと。おわんこの中入れとこう。いらねえもんこの中入れとくか。これオレンジのウールとかいらないでしょ。ウールいらない。いらないね。矢もいらねえ。このか。じゃあ、あと いるものは持ってってくれるかな。あ、いいでしょう。ダイヤ。ダイヤ1個となると別に何も作れないな。そうなんだよね。鎧もいらんしょ、馬の。いる？うん、いらないかな。鎧系だしか持ってんだよね、いくつか。鎧はダイヤ1個と鉄2個あるよ。オッケー。え、そう、ダイヤをさ、その馬にくっつけたらどうなっちゃうんだ？馬がダイヤっぽくなるよっていう。え、馬がダイヤっぽくなるの？馬がかっこよくなるよってだけだよ。え、じゃあ特になんか防御力が上がるとかそういうことじゃないの？多分あるんじゃない、それも。俺わかんねえよ。マイクラ。ないとさ。で、どこ行くのかな？じゃあ、ちょっとこっちの方に戻って。さあ、ここからマップに入ってくるんだけど、村がないんだよね。ほんとね。村なきゃ、ダメでしょ。どっかに、砂漠に村があってもおかしくないんだけど、まあまあ広いよ、この砂漠。うん。まあ、ラストの試合しか上やめた。あれでしょ。なんかマップに黒赤の点があるんだけど、マグマかなんかがちょっと見えるのかなと思って。あ、マグマ探してる。本当だ。はあ、結構砂漠だな。ちょっとマップがやるよね。行き過ぎたな。いや、飛んじゃうだよ。ほうほう。何もない。何もない。このまま真っ直ぐ行ったら海に出るはずなんだよな。もう一周すんじゃん。しちゃうね。早っ。でもね、スリーバンのマインクラフトではもうここまでの範囲しか行けないんだからね。その中に村とかあるからね、あれはね。まあね、村がないですな。いや、じゃあちょっと、周り囲ってもいったので、ちょっとジャングルの中入ってきますか。これで何もなかったらね、全カットすればいいしね。まさやな。ジャングルの中行こう。ほんじゃね、成果発表でもしたいと思うんですよ。同じ角度。これがね、全カット後なのか、それとも違うのかがよくわからないところだけど、まあね、こんなもんですよ。はい。サドルがね、5個も手に入ったんだね。で、ダイヤ1個に、同じディスクが2枚。はい、と、あと、ダイヤモンドでね、馬の鎧が手に入ったりだとかでね、村が見つからなかったわけで、ジャングルしかなかったわけだ。ほんとね。ジャングル。結構、大雑把なちょっとマッピングだけど。まあそんなところかな。次回何しようか。次回何しようか。見てなんだよな。次回は見てだ。よし。じゃあ、今回はここまでにしたいと思います。はい。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。